今車は東池袋のインターを降りまして、日本一ののっぽビルであります240メートルサンシャインビルを左手に見まして、我が母校立教大学へと向かっているところでございます。幾何学模様を織りなしておりますこの高速道路ハイウェイの下を通りまして、今車は一路母校セントポール立教大学へと向かっております。大きな陸橋に差し掛かりました。右側にはこれまた我々がまだ通っております頃から存在しておりました池袋のスケートセンターが見えてまいりました。アイススケート場でザ・ピーナッツのプティートフルを聴きながら、何人の女の子をかけし、あ、いけねえ、かけしなんていけない、引っ掛けたことでありましょうか。いや、誘惑、デートに誘ったことでありましょうか。しかしそれにいたしましても、風俗営業が随分この辺り、あちらこちらと見かけられます。我々が通っておりました頃にはこうした風俗営業はございませんでした。あくまでも独力で何とかしなければならないという、そういったような青春を過ごしたわけであります。20年前をあえてレトロと呼ばせていただくならば、まさにレトロ通りであります。この立教大学立教通りであります。あ、ご覧ください、江南です。と言ってもご存じないでしょうけども、雀荘なんです。我々が通っておりました江南、そしてまたこの町にはビリヤードが非常に多かったわけでありますが、あ、車の前方にいよいよセントポールに今宵日は輝くセントポールウィルシャインツナイ立教大学が見えてまいりました。実は私はですね、新人アナウンサーの頃にやっぱり野球中継のアナウンサーになりたくて、とにかく野球中継のアナウンサーになるには目に映ったものを全て描写できなければいけないと言われたわけでありますね。で、新橋駅から茅ヶ崎、つまり自宅へ通います電車の中でこうして、まあ車窓を流れる景色をですね、実況中継して、まあそれなりに努力をしたわけであります。そんな一コマを、立教大学へ行く道のりで皆さんにご披露させていただいたと、こういうことであります。我が立教大学母校のキャンパス内の、木々の緑も大変に青々しくですね、美しく輝いているわけでありますけども、ここのところに合格発表の掲示が出るわけですね。と合格者はですね、大体この辺に出るわけです。で、私の番号はここになかったわけですね。それで、あ、ダメだなと思ったらば、その掲示板の一番下にですね、お通夜の指のマークで補欠はあちらと書いてあったわけです。で、補欠の番がですね、ちょっと離れたところに物寂しくあるわけです。で、そこに見たら自分の番号があったわけですね。いや、補欠で入れてこんないい学生生活を過ごせたってのも立教大学のおかげです。実は今私が立っておりますのが、立教大学の学生ですとやっぱり必ず、やはりここが一つの思い出の地になっております4丁目の交差点であります。土井勝も美濃もんたも古舘伊知郎もおそらく、ここで何かしらの思い出を作ったんではなかろうかと思うわけでありますが、実は僕は放送研究会っていうのが入ってまして、これを右の方行きますとですね、放送研究会の部室がございます。で、このまま後ろへまっすぐ行きますと第一食堂という学食がございます。で、この学食は大変に安かった。僕はもう学生時代ほとんどここで暮らしてたわけでありますが、たぬきうどんが当時40円、今ちなみにいくらですか？たぬきうどんは170円という、まあ覚醒の感もあるわけでありますけども、さあ慶応大学の森本さん、そちらはたぬきうどん当時はいくらだったでしょうか？たぬきそばはね、いくらだったか僕は分からないんで、だしあんまり食べませんでしたね。麻雀やってる時には大体焼きそばと相場が来ましたけども、焼きそばもいくらだったか今は覚えてないんですけどね。まあいずれにしても僕は今日こうやって久しぶりに大学へ来て、なんとなくね、興奮してますよ。こうして三田に来てみると、何年ぶりだろう、本当に大学出てから20数年ご無沙汰のしっぱなしで、特に三田はやっぱり来てみると懐かしいですね。ここの雰囲気はいかにも三田の雰囲気で、慶応義塾の学生だっていうことがしみじみと分かる雰囲気のあるところですね。まあ、そんなこと言っても僕はあんまり学校に来なかった、学生時代は。で、本当にナンパな学生だったから、芝居にうつつを抜かしてましたし、慶応の演劇部でね、僕は役者やってましたから五道を待ちながらなんていう割とアバンギャルドな芝居、ベゲットの芝居をやったりかと思うと、バンド組んで、当時はハワイアンバンド全盛時代で、
バンド仲間と一緒にダンスパーティーのバンドやったり、あるいはリサイタル開いたりしてやってましたし、キャバレーなんかも回りましたしね。さっきからね、僕はこう見渡していると女性の姿もたくさんあるんだけども、僕らの学生時代の同じ学校の女の子たちっていうのはね、みんなバスケットを持ってました。これがファッションだったね。でバスケット のこういう取っ手のところにハンカチをキュッとこう縛ってね、でそれをまあみんな持って、その中に教科書なんかも入れてたんだけども、まあ、そういう女性にはめっぽう露木さんは強かったんじゃないかと思うんですが、いかがなもんでしょうか。僕は男子校からこの早稲田入ったもんだから、なんか女の人を見る目がなくて、でも今考えてみると、あんまり化粧した女子学生なんてこのキャンパスで出会ったことがないような気がするんですね。でちょうど私が入った頃に女子大生亡国論というのがありまして、これは早稲田の当時の名物教授だった照岡康隆先生が提唱したんですけれども、そろそろ早稲田でも女子学生の数が増えてきた、まあ、そんな時代だったと思います。ただとは言っても、私の政経学部のクラスには60人の中に女子は1人しかいませんでした。今後ろに見えているのが大隈講堂、時計台が見えます。昭和34年に大学に入りまして、2年生の時に60年安保の洗礼を受けました。でその後、まあ、60年安保の反動だったんでしょうか、私自身も一生懸命学生生活を楽しもうというふうに決心をいたしました。そして、私が初めてステージに立ってマイクの前で大勢の人に語りかけたのが、あの大隈講堂の舞台だったんです。早稲田大学ナレオハワイアンズというハワイアングループの司会をやっておりまして、そのバンドがあそこに出演をして、まあ、我々のホームグラウンドであったわけですが、この教室はね、僕は大学の時に減少講読っていう授業を受けた部屋ですね。ここはでちょうどその頃はもう年中安保のデモがあったり、授業がそれで潰れたりして、もうこの授業をやってても窓の外でアジ演説がガンガン聞こえて授業にならないなんていうこともありましたね。そういう点は最近は割合静かになっちゃったのかな。結構一生懸命勉強したんですよね。成績も自慢じゃないですけども結構良かったし、今日はこの3人がどうして一緒に顔を合わせることになったかと言いますと、いずれもそのステージで知り合った仲間であります。当時徳光君は立教で、やはり私と一緒に学生バンドの司会をやってました。それから森本君は慶応のハワイアンバンドで、バンドのメンバーとして活躍をしておりました。そんな学生時代からの付き合いですから、もうかれこれ30年近くになってしまうわけで、おそらく3人が集まればどうせまた昔話になるんじゃないかと思いますけれども、そろそろその我々のたまり場へ皆さんをご案内しようと思います。新しい世界を作るホンダの提供でお送りいたします。V6-2700ホンダレジェンド2ドアハードトップ誕生、ホンダクリオ店から。
俺テレ朝受けて怒った。あ、そうですか。僕はね、フジテレビ受けて落ちたんですよ。一緒に受けたんだもんね。うん、最初の試験。つゆきさんは全部受かったの？僕は一つ受けなかった。つゆきさんだね、こういう人は企業。あの人はね、すごい人で、我々、うん、あの放送研究会だったんですけどね。あの漏れ伝わってきた話ではもう3年生の時に、うん、フジテレビも決まってたという決まってない決まったいやねこの人だって大学時代から逸材だったもんね。ね総計の音楽のほら、うん、あ一緒にやるなんていうのバンド合戦バンド合戦、ね、そうするとねスター大スターです MC だいやいやそんなことはないですよ、うん、収入やってたんですか僕ねハワイアンバンドやってたんですよ歌ってたんですか楽器やってたんですか司会、まあ、司会じゃないのそれが本当はプロのシンガーになろうとしたことはいやそんなことはないんだけどもなんかないの、うん、あの好きだったのねだから60年安保時代だけども僕はやっぱりね、ひよってましたねいや安保の後みんな挫折したのよなんとなくいや僕は最初から挫折してたというか挫折しなかったというかねそういう感じ安保の時なんか行きましたでも僕は行きましたよ僕も行ったことは行きましたよ、うん、だけどなんかお客様みたいになっちゃったところあったな自分でそのそうだ、ねうん、どうでした僕もね2度ぐらいデモには出ましたけど大学2年の時だよね2年の時ね、うん、それがねあのきっかけがあのラジオ日本で深夜放送聞いてましたら、うん、島さんって ね、島さんの ね中継で要するに神場美智子さんが亡くなったというそれで何とも言えないやっぱり青春の憤りなんですかね、うんうん、正直言うと、うん、むしろその安保で頑張ってた学生運動に、情熱燃やしてた仲間をですね横目で見ながら、うんうん、渋谷とかね新宿の、うんジャンソーへいやジャンソーばかりじゃなくてまあ言ってみたらその喧騒の中にだな刺激を求めて入り込んでたっていうのが、うん、こうなんかいじけてたんじゃないいじけてた僕は、ね、で僕はもうねそれ以来ずっといじけて生きてるねそうかなそれをねちょっと売り物にしすぎるところがあるいやそんなことないよねよだれたらとじゃないけどねそういうところあるよでもなんかひがみっぽいというかさ、うん、どうしてこれ治らないんだろうね俺はマイナーだからとかさすぐ言うじゃない言うね言うね学生時代徳さんそういうことないでしょ俺はほとんどないですねねえ俺も学生時代からかなりやっぱり楽しく生きようみたいな楽天的に生きようっていうか行き当たりばったりを座右の銘にするみたいなねあそういったところありましたんでほとんど計画性なく生きてましたからね、うん、で僕とね徳さんと初めて会ったのはねやっぱり立教のタッカーホールでね、うん六大学のコンサートがあってね、でその時初めて会ったんですよ ねそしたらものすごいねいい女を連れてるわけですよ本当だよおいおいおいちょちょちょいや俺びっくりしてね妄想だぜこれすごいねと思ってねなんだそれ学生代ならさすがやっぱり早稲田さすが成尾の司会者いい女連れてるなと思ったら、うん、奥さんでしたねその人はいや後のねうんそうなの、うん、奥さんも保険そうそうそう、うん、でテレビ朝日のアナウンサーそうですよね、うん、あなたが落ちた時に一緒に受けてた一緒に入ったわけ許せないねそりゃいやもうどんどん屈折させてやろう僕はねだけど放送界へ自分が行くっていうのはね、うん、学生時代ほとんど考えてなかったですよ、うん、アナウンサーになりたいなんて全然思ってなかった、うん、なるほどでもあの時 NHK って大量に入ったんだよねアナウンサー、うん、それでおかげさまでちょうど東京オリンピックの前の年であなたね僕を本当に屈折させようとするねわかるわかるよもう僕も二次試験まで行ったんですよ NHK 受けた NHK も受けたの NHK も受けたんですそれでね、うん、ねアナウンサー試験アナウンサー試験でじゃあ一緒に受けてたんだ3時でね腹痛くなっちゃって、うん、でどうしようもなくなっちゃったんですよ途中で、うん、リタイアしちゃった試験の途中でリタイアしちゃった、うん、よかったねそのおかげで入ったんだよいやいや徳さんはスポーツアナウンサーだったね最初は、うん最初はもうとにかく野球やりたくて、うん、長嶋さんに憧れて立教に入った人長嶋さんの一挙手一投足を喋りたいというそれだけでアナウンサーになった方ですからね僕もね、地方で野球の中継やりましたよ高校野球の予選高校野球のね県大会ってのでねあれね僕岡山に行った時にね岡山球場とね倉敷球場っていう2つの球場をやるからね、ローカルでも場所に二元中継ちゃんとやったんですよそうすると倉敷に行った僕の同期もね、うんスポーツアナウンサーやりたくない、うん、僕もあんまりやりたくない、うん、やりたくないってのは要するに単純には苦手という、うん、だけどもうやらされるんです、うん、お互いに譲り合いやっちゃってね、うんこちらは倉敷球場です、今1回の裏得点は0対0では岡山球場どうぞっとね相手に渡しちゃう、うん、ちょっと僕はねはいはいこちら岡山球場ですこちら今1回の表が終わりましたはい倉敷球場どうぞって言うんだよ
二人でね放送中にね譲り合いやって後で怒られてさそういうのやったんですよ、ね、僕はね都市対抗だけは喋ったことあるんですよ。都市対抗社会人野球ってなんですね、夏後楽園で、でその時にねなんであんな言葉が出てきたのかなと思うんだけども、打ったバッター打った大きいグーンと伸びたセンターグーンとバクバクバク、うん、マリは点々つっちゃったんですよ、うん、でこれでねどうもスポーツ中継に野球中継に向かないんじゃないかと思われたり、はい、当時やっぱりねそういうミスが多かったですね。なんでそんなことを言っちゃったのかなという、国家予算を5兆円の5円と読んだりとか、だからそれでまたニュースもダメになり、うん、ただプロレスの方でお誘いがかかって、ええ、でプロレスへ行ったわけですよ。僕はねアナウンサーをねできればやめたいなと思いながらずっとアナウンサーやり続けてきたんですよ、うん、NHK 時代に、うんうん、でだからそう思ってるやつって売れっ子ないからね売れないよね、だから本当にね視聴率は 0. 何パーセントの番組ずっとやってたしね、でそれはそれでよかったのよ、うん、よかったけども、僕はディレクターになりたいなっていうような思いがあったけど結局果たせないまんま来たでしょ、うんうん、それでニュースワイドでしょ、うん、だからねなんとなく自分の人生でありながら、うん、あれと思ってるうちにこうそういう渦にこう巻き込まれていった人生だからね、うんうん、俺この商売やっててよかったなっていうようなね、うん、そういう実感があんまりないんだね。あ、そうかね、うん、今でもそういうところあるの、うんうん、結構開き直ってやってたんだんじゃんあの時は。まあ、開き直りっていうかね、逆に言うと不器用なところあるんですよ。だからあんまりこうなんていうのかな、愛するかってこういうこともできないし、そうみたいですね朝見てますとね森本さん本当ねとっぽさがいいよね、ほら芸能人が別れたとかさ、うんうん、くっついたとか、うん、そういったニュースをリポーターの人、まあ、リポーターの人は森本さんに報告するでしょ、うん、どうだっていいじゃねえかって、そう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 いう顔するんだね、そういう顔する、あれが俺たまんなくいいんだよね。いやそれはねよくないんだけどね、決して僕はそれをいいと思ってるわけじゃないんだけどいいじゃないですか、でも、いやでもね、どうだっていいじゃないですかあんなことは、あれね出ちゃうのね出ちゃうらしいんだ、うん、出てる出てる、なんかクレームつきますか来ないでしょ、むしろ支持者の方がいいでしょ。いや僕はねだからスタッフからはねわがままたけちゃんって言われそうっすか、あそう、ええ、もうたけちゃんはわがままだからって言われるんだけどね、我々の年代になるとさ、それこそさっきの話じゃないけど二十数年同じ仕事してくるとねわがままになるよ ね、うん、多少許してもらいたい、これは本当これ許したくの人にも言いたいよ、徳さん辞めようかなって思わない、うん、一時ありましたけどもね、昨今ないですね。なんでです、なんかねもう企業の中で割とこう自由に動けるんですよ今、うん、これは大体温室って言いましょうかぬるま湯が好きなタイプですから、企業の中で自由に泳げるっていうことはこんないいことないですね。宇津木さん、僕らもそうですよ。やめようかなと思わない？思ったことあるね、やっぱり5年、5、6年前かな。うん、もうやめてやろうかなと思って。ちょうど40ぐらいの時。そう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 。僕もそうだね。ね、うん、40。うん。まあ、フリーになるため一種の衝動ですけどね。うん、やっぱりなんていうのかな、それは組織を離れると組織が懐かしくもなるし、うんうん、それから組織っていうものの便利さ、うん、それから ある意味での凄さ ね、うん、そうね、そういうものも実感するから、うん、ノスタルジーもあるね。ああそう、分かる分かる、うんうん、その気持ちは、ね、やっぱり僕らってのはこう人とのつながりがさ、なんか財産みたいなもんでね、うん、やっぱり僕らがオールマイティであるはずないんだしさ、なんか分かんないことが起きた時に、あこの問題は彼に聞けば絶対分かるとか、うん、彼に聞けばこういう意見が必ず、うん、出てくるだろうとかっていう、そのチャンネルをさどのぐらいこう自分で持ってるかってことだろうと思うんだよね。僕はまあ定年までのね自分の人生を今までは考えてましたけどね、最近は1年単位で考えるようになった。だから3年先自分が何やってるかっていうことが自分でもまだわからないというね、まあそれは不安だろうって言われれば不安だけども、まあ、逆に言うと面白いっていうか楽しいことだ ね、うん、スリルかもしれませんね、うん、そう、でもあれだね、その発言はちょっと刺激にはなりますね。I put a spell on you. Because of my... 満足の質が変わってきた。走りの基本が贅沢です。これがホンダニューアコード。
私のために嬉しい装備がいっぱい。ホンダトゥデイにあなたのポシェット新登場、ホンダプリモ店からお届けします。あなたは司会やってた割に歌が好きで自分で歌いますね。まあたまにはね。トミーさん歌う？僕もカラオケは歌いますけどもね。カラオケ行きますか？カラオケ、カラオケは結構行きますよ。マイク持ったら話さない口ですか？だけど元歌手にはかなわないよ。いやいや、それ言われると僕はね、もう責任するんだけどね。僕は割に行かないんですよ、あのカラオケのね、つまり、ね、新しい歌を仕込めないのよ。で僕らのね、あのマヒナスターズの頃のね、歌とかさ、そういうのを歌いたいと思うとね、あ、それありませんとか言われてね、ムッとくるわけね。そうだね。僕は演歌の番組やってたでしょ。だからもちろん新しい歌は知りませんけども、イントロにかぶせたほら、イントロのナレーションみたいなのあるでしょ。あ、そうかそうか。夜霧は青く別れは白くとか、うん、そういったようなことをかぶせますとですね、うん、これが結構受けたりするんで。なるほど、それでやってます。芸人なんだよやっぱり。いやいや、あなたがもう大学時代その MC は、うん、ね、スーパースターだったね。忘れちゃったよ。今日ちょっとやってみる。え、ちょっといいよ、ちょっとやってよ。やってよ。もう皆さん覚えてますか？僕はね、あのかなりあの鮮明に覚えてると思うんだけれども、うん、あのナレオハワイアンズでね、ドンチョウがゆっくり上がりますよね、そのナレオのビューンってあの、スチールギターのシーン、そうつゆきさんの甘い声でね、ハイビスカスの花香る常夏の島ハワイより、それでは夢のミュージックをみたいなことを言ってたんですよね。言ってなかった？言ってたこともあったかもしれないね。これがねよくてね、ちょっとやってよ。ね、やろうよ。やる？じゃあもうやろうよ。せっかくお店にほら40という40代のね、しかし青春回顧録が揃ってんだからさ。未連続未連続が、ちょっとやろうよ。やろうか。じゃあハワイアン久しぶりですね。徳さんもね。